はい、それではね、絶対絶命都市2やっていきます。よろしくお願いします。まあ、2日ぶりぐらいにゲーム起動したんですけどね。2日経つと忘れちゃうっていうのがなんかもう俺の性格的にちょっと嫌だわ避難してきた方がね。あ、これあれだな、前回の1で1の人だな、1の声優の人だ。私たちのテントが役に立つだけでも救われる気がするよ。まあ黙って続きを聞こう。私たちサーカスの団員はね、お客さんの喜ぶ顔が生きがいなんだよ。でもこんなことになったら、それももう、なんてことだ。僕が団員になります。僕が団員になります。一緒に頑張りましょう。君がありがとう。じゃあこれをあげるよ。お、うちのピエロの帽子だ。マジ言ってみるもんだね。いやー、でもちょっとパンチがないな。励ましてくれてありがとう。あれ、でもセリフがあったからなんか重要人物なんかな。クマ、子グマのウィリーが、クマ逃げたか、これは。あれ、っていうか結構人いるんだな。あ、待って待って待って、何かありますね。お、カップスープ。あれ、カップスープ取ってこいみたいなこと言われたような気がするが。ん？サーカス公演のスケジュール。今日の日付のところに手書きで団長の誕生日。団長になんか渡すんかな？団長？多分さっきのセリフあった人でしょ。あれ、なんかバスの中とかって言ってましたよね。バスって乗れるのかな？これで気づかないんだよな。暑いから気をつけてね。食事を取得しました食事を取得ね。ああ、これ走っちゃダメなやつだ多分。待って、食事を取得する前になんかいろいろ調べたかったな。多分あの線路の上とかさ、多分いろいろあるんだよな。そうなんだよな、ストーリー進めちゃうと、アイテムを取り逃すんだよね、このゲームはね。団長に何渡そうか。団長に何か渡したら何かなんのかな。なんかあれだな、スティックがちょっとバカになってるような気がしてきたな。団長、あ、渡せないじゃん。まあそもそも団長だったかどうかっていうのもあるんだが。ほい、ありがとうございます。だいぶ顔色が良くなってきましたね。なんかおにぎり美味しそうだったな。もう大丈夫なようです。いや、君が手伝ってくれて助かりました。あの、片桐という人を知りませんか？彼女なら確か裏のトレーラーで休んでいるはずだよ。本当ですか？ありがとうございます。まあそれでも多分すんなり会えるっていうことはないと思うんだよな。よし、まあ、セーブどうしよっかな。いいや、セーブもそこそこに。どうぞ、ちょっと線路の方行ってみようかな。あれ、なんだこれ、どうやって取るんだろう。
これどうやって取るんだろうな。あ、いけないか。いけないのか。いや、なんかあるでしょ。やはり。回路か。登っちゃった。あ、登んないで。はい。コンパス。いや、違う。あー、取れへん。あー、出入り口が違うんだ。まあ、走っても体力がなくならないのはちょっと嬉しいんだけど。テニスコート、トレーダーハウスが多分こっちだと思うね。トラックは、これバールで、あ、ダメだった。あ、いや、うん？あ、こっちか。こっちにいんのか。あの、この中に片桐という人がいると聞いたんですけど。あなたは、もしかして身内の方ですか？あれ？お母さん死んじゃう？はい、そうです。そうですか。実は、もう片桐さんは長く、早く行って声をかけてあげてください。藤宮さん、まだ迷っているようだ。とにかく行って顔を見せてあげようよ。うん、なんか選択肢が来んのかなって思った。中に入ろうよ。あの、はるかちゃん、ここまで来てくれてありがとう。大変な思いをしてたどり着いたんでしょう。片桐さん、いい人だな。私いいの。あなたの気持ちは分かってるわ。苦しくて辛くて、どうしていいのかわからないのよね。私を責めることで、あなたの気持ちが少しでも楽になるならいいのよ。憎んでも、そんな、私かわいそうに。私、いけない娘だった。自分でもどうしていいのかわからなくて。いいの。こうして来てくれただけで嬉しいわ。本当にありがとう。もう自分を責めちゃダメよ。どうかお父さんにもよろしくね。
まあでもこれで目的が果たされたな。篠原さん。お？あ、受け入れた。あれ？よ、どうしたんだ、藤宮さん。ごめんなさい。一人にしておいてください。どういうこと？入れない。で、まあこれからどうしようかなっていうのもわからん。中戻っていいかな。乗れるんだ。あれ誰もいないぞ。まずセーブをしよう。誰もいない、誰もいない。なんかさっきの藤宮の一人にしてくださいもね、なんか今までの蓄積で行動のバロメーターがあってさ、あそこもなんか分岐っぽいな、雰囲気的に。とかなんとか思いましたけど、まあ今更やり直すようなねこともできないので、進めるが、誰もいなくなったってことはヘリコプターが来たわけでしょ。ヘリコプターは確かに止まってたから、みんな、ヘリだ、救助ヘリが来たぞ。ああ、藤宮を助けに行かないといけないんだ。ちょっとヘリ、ヘリよ。え、あ、これあれか、逃げるやつだ。マジ、ああってなっちゃう。おー、藤宮、あれ宮さん、あ、船、こういうのドキドキするわ。なるほど、これであれか、線路のところか。お母さんも沈んでしまった。ダメか。あ、あれはあれはあれじゃないの、富士宮施設救助隊。お父さん、お父さん、お母さんが、お母さんが、多分タワーのことを言ってると思うんだけど、どれが楽しい感じになるんだろう。首都島管理センターだにしよう。あれは首都島管理センターだ。まあワンやってないと分かんないけどね。首都島、あれはメディアタワーよ。あれ、お父さん、お父さん助けずに行っちゃったぜ。メディアタワーを目指せか。あそこへ行けって言ってるみたい。
言ってるよね。でもあの近距離だったら声かけろよっていう感じもするし、むしろ助けてくれよ。よし、藤宮さん、メディアタワーに向かおう。はい。まあもうメディアタワー以外は水没してますよね。吹雪だ。中央ジオセクション2。まっすぐ行っていいわけないよな。そういうことするよね。いや、怖いな、これも。藤宮来てる？ああ、藤宮ちょっと大変そうだな。遅いな、君。まあ、でも藤宮、多分、放っておいてもこれはいいと思うんだな。こっから降りるかな？降りそうな気もするな。降りるな。はしごあるな。ただこの先にアイテムなどがありにけりな。ここもはしごあるな。あの手前のはしご何なんだろうな。ちょっと気になる。しかし、ちょっとダメだ。寒くて死にかけてるな。温まりポイント行かないと。まずいことになっちゃうぞ。帰るか。藤宮にもカイドを渡さないといけないよな。はい。いや、宮さん来てないわ。ん？でも音するな。あ、来た来た。まず宮さん走れそうだから、ここもな、橋がある。でもあっちだろ、さすがに遠い方じゃない。あ、看板倒れる。あれ、俺こっから降りてきたのかな。そんなことないよね。なんかこの構図にデジャブ感があるな。あれ？俺元に戻ってきた？もしかして。いや、そんなことなかった。いや、待って、あー、こっちか。思ったよりすんなりいけてるけど。宮さん、あ、宮さんいないわ。どうしよう。これジャンプで行ける？あ、あれかな？なんか、風が収まったタイミングじゃないと多分ダメなんじゃない？ダメだな。走れないな。いや、行けるかな？ジャンプしてみる。行ける。いや。いや。まあ。こっからスタートだとしても。待って、わからん。ルート分岐的に。どこに行けばいいかわかんないな。
ジャンプして届かなかったもんね。届くところあんのかな。あ、ダメだね。ここなぁ、戻るか。いや、多分どっかにルート隠れてるんだろうけどな、はしごとか。ないかなぁ。ちょっと、うおっつって。そこにジャンプすんじゃないの？違うんかな。ああ、ねえねえ、あそこにジャンプするってことはない？うわーってなるかな。なるな。ごめん、攻略サイト見るわ。わからんかったな。見てきたけど、道が途切れてるところはダッシュで飛ぶって書いてたけど、正しいそれ。駅でも北側でしょ？ここルート違うんかな？わかんねえなこれは。あ、待って待って。あ、違うか。ここか。こっちの建物に行くのかなっても思ったんだけどな。ちょっと右往左往しますね。ルート開拓しないとわかんないな、これは。こうやってジャンプしていくと思うんだ。でもあ、行った行った行った、全然届いたわ。なんで失敗したんだろう。合ってた合ってた。藤宮。おい！藤宮さーん！これ藤宮置いてったらどうなったんだろうな。いや、すげえな、これは。なかなか助走なしであの距離は出せませんよね。あ、もう寒いか。早くどっか行こう。先を進もう。あ、もう処理が。もう明らかにあそこでしょ。ここでしょ。でも絶対アイテム落ちてるような気がするんだよな。ほら、あった。ジオヌードル。めっちゃ処理重い。めっちゃ処理重いヌードル。こんなもんか。中入ろう。あー、でも外側もちょっと気になるんだけどね。開かない？開いた。処理重い。すっごい処理重い。よしよし。あれ、ちょっと待って。この処理をね、この処理重い状況をどうにかして改善するには、多分吹雪が収まんないと無理なんだろうけど。あれ、ここセーブラインか。何かの制御パネル。あったー。助かる。ひとまず助かる。これちょっと食事一回やってみようかな。おもジオヌードル。ああ、なるほど。ちょっとあったかいのが維持するみたいな
交換が出るんだ。なるほど。ちょっとセーブしますね。しかし、ちょっと処理が重いな。はい。セーブ完了したんで。あれは弁当かな？あ、でも処理が重いのは変わんないんだ。ビーフシチュー。ビーフシチューか。なんか食いたくなってきたな。なんかさっきのテントのおにぎりも美味しそうだったんだよな。何かの装置。これなんか意味あんのかな？もう一回来んのかな？もう一回来るか、別の主人公がいるんでしょう。多分。別の主人公が来るんでしょうね。重いなぁ、これ。これ確かになぁ、なんか、問題点として挙げられてたんだよな、処理が重いっていうのは。ガスボンベ。ガスボンベって何？なんか爆発させんのかな？待って待って、なんかあるな。いっぱいあるな。救急セット。救急セット結構溜まってきた。持てまへん。なんか藤宮に渡そうじゃ。救急セットめっちゃ溜まっては来てるんで、ナースボ、ウエストポーチ、いやー、ウエストポーチ、バール、ガムテープ。なんかクラフトはできるんだな。ガムテープとゴミ袋とかでね。ガスボンベ。ああ、どうしよう。救急セット捨てていくか、じゃあ。ルート的にどこに行くんだ、今度。この電車に乗るのか。な？ああ、多分そうだな。藤宮が降りたってことはそういうことか。ここだ、多分。ああ、でしょうね。怖っ。うわ、やべ、藤宮頑張って。自力で。これやばいな。うわ。看板伝って降りるか。多分そうだ。ああ、藤宮どこ行ってんの。おい、あ、来た来た、よかった。たまにああいう変な動きしますよね、この時代のゲームは。あれ、ちょっと、なんか爆発物みたいなの持ってきました。この前助けた医者先生でしょうね。え、で、おい、あ、はしごあるな。こっちはでもアイテムなし。藤宮寒いね。富坂市、しかし脆弱すぎるよな。結構深い。おっと。びっくりした今。津波だ。これまずいって。これなんか違うゲームになってるし、なんかニーヤオートマタみたいになってるし。待って、まあなんか勢いで死んじゃったけど、はしごあったんかな。あ、こっから、あ、はしごあるね。はしご意外と手前にあったわ。
しごを登るんでしょ。登る。あ、富士宮も登ってますね。今足一瞬見えましたね。危ねえ危ねえ。ちょっと待って、やられる。どうなってる？どっちだ？こっち。おっ、ああ。でもなんかすげえニーヤオートマタ感はあるよ。あ、大丈夫そうだな。トンネルか駅か。お父さん。さあ行こう。お父さん。ダムと海岸線が決壊？あそこまで上がんの？すげえ大変だな、あれは。あれ、富士宮死にそうだ。やばい、体力がなくなってる。藤宮さん、疲れているようだ。あと少しだ、頑張ろう。藤宮疲れてるか。何か渡そう。救急セット。いや、まだ早いかな。栄養ドリンクぐらいでっかな。はい。あ、でも駅に着きましたね。なんだかんだ。これ多分ね、線路上に行けばコンパスとかが落ちてそうな雰囲気を感じるのと、電車に乗れるんだろうな。これダメだ。何にもないわ。ホームに上がるか。藤宮はもう、主人公のことをお構いなしに。反対側のホームもちょっと気になるね。いろいろ探索したいような気持ちもちょっとあるんだけどな。あ、ようやく処理がちょっとだけ軽くなりましたね。誘導してるな、なんとなく。やばい。ロッカー。うわ、ちょっと、もう柱が爆発した。あ、駅員室には何かあるでしょう。開かなかった。わー、ちょっとその死に方はちょっとアホだわ。すげえ戻さ、あーやっぱな、ここまで戻されるよな、そりゃそうだろうな、そりゃ思った。なんかなんとなく反対側のホーム調べようか。もう死ぬのを覚悟で。あ、やはりね、落ちてますよね、そりゃ。タラバガニコンパス。わっぶね。おお。
マジ？ひどいな、この仕掛けは。あと階段の奥。あ、行けないかな、これは。行けないですね、多分ね。はい、じゃあクリスマスツリーに注意して行きましょう。あと、そう、柱が爆発するんで。うわ、結果巻き込まれた。んで、これクリスマスツリーが落ちてくるから、まあ左右にね。危ない。高波車屋。カイロかな？カイロと救急セットあるな。そうなんだよね。持てないんだよね。救急セット、富士宮に渡そう、一個。はい。あとは取りこぼしないかな。あれ、歩いて、そう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 。いやー、またあれ、お父さん。お父さん。はるか。お父さん死ぬな。お父さん。お母さんが。お母さんが。お母さんが。会ってきてくれたのか。ありがとう。お前には辛い思いをさせてしまった。もういい。いいんだよ、どうか。お父さん。帰ろう、はるか。ん？脱出成功なのかな？これは、そうね、一つの区切りを迎えましたね。富坂水害機関車の手記より。篠原和也。あれは、東インターチェンジで、彼女を濁流から助けた時だ。彼女を抱きしめようとして避けられた時そのままにしておけなかった。藤宮さんは義理の母親と再会するのにとても迷っていた。僕はその時々で思ったことを彼女に言った。サーカステントに着いた時、僕は彼女に、ここまで来て何言ってるんだ、そう言った。これ今までの振り返りだね。藤宮さんの義母片桐芳恵さんの容態はかなり悪いよ。ここにあるってことは、吉江さんもしかしたら生還ルートもありそうだな。あとね、なんだろうね、この PS2 ぐらいのゲームっていうのは、俺グラフィックとか操作性はまだいいんだけど、やっぱロード
ロードの長さと、あとこの処理落ちがなければまだ全然遊べると思うんだけどな。藤宮さんは吉江さんに会っても迷っている。吉江さんはそんな藤宮さんを気遣い、そして安らかに息を引き取る。富坂駅前の広場で父親と再会したとき、藤宮さんはお母さんが、お母さんがずっと泣いていた。あー、生還タイプ1の A、 エンドパターン1の A って何？1の B、2B とかありそう。行き倒れ4回、温まり28、宝石入手済み。ああ、何これ、各主人公で宝石は入手していかないといけないパターンなんですかね。うん。ってことは多分ね、ここで、カズヤ編が終了だと思います。で、セーブをして、次から新しい主人公がスタートするんであれば、今日の動画はここで終わりにしましょう。